はどんな人なのさ。ああ、主人公は俺、自分がモデルなのよ。ザ・主役。主自分が主役なんだ。そう、自分の生活を照らし合わせて描いてるって感じ。映画とかでもよくあるじゃないですか。自分の実体験とか、その周りの環境をベースにするとか。とりあえず書かないと始まりませんし、何でもいいから書いて展開させましょう。はい。まず、多国籍料理人の嫁のセイヤが来てるぞ。いつも気にして何か作ってるよ。おい、セイヤ。はーい。小春、みんな、ゆうさん、ちょっと受け取ったりね。何、どうしたの？はい、ゆうこちゃん。こんにちは。あつしの嫁たちです。で、あつしの新しい嫁だってよ。何よ、あつしさん、まだ結婚するのにございますか？どうしないとおっしゃったのに。パック名前はバルちゃん。はじめまして、みなです。よろしくどうも。ちょっと待って、これどういうこと？みんなでみなの面白いお笑いにまーす。私自信ない。自信ないじゃないよ。前のネタ爆笑だったじゃないか。お前ちょっと待って、前のネタってとぼけやがって。お前が提案したやつだよ。もしかしてタンバリン漫才？それでお前提案したの？いや、書いた。え、どういうこと？だから小説に書いたんだ。おい、あの彼いる方に空いてるな。キャッバイトなの？バイトかい。興味せかけてでさーす。はい、どうもタンバリン漫才のともひろとみなでーす。今日も綺麗ですよ。ちょっと待ってください。